すごい後悔して、しかもなんか人がやっぱりみんな考えることが同じで、その一番簡単なコースが人が多くて閉鎖されちゃって、そしたら裏道から行こうってなって、でも見えないんですよ、本当崖みたいなとこ沿っていくみたいな、上級者コースしか残ってなくて、登山部に助けられながら来ました拾われて